はい、皆さんこんにちは。2020年1月31日、1月ももう終わりになります。今日はマイクのことについてちょっとお話ししていきたいと思います。だいぶ日も西に傾き、今カーテンを開けて日の光だけ入って、まあ、部屋の電気なんかはつけずにこの自然の光がいいなぁなんて思いながら、録画しております。こちらに映ってるマイクなんですが、これで、USB でパソコンにつないで、いつも録音してますが、こちらのジャック、これを iPhone につないで、先ほど録音したらシーっていう、音が入ってしまうんですね。で、他の YouTube のそのレビューでもやっぱり同じことをおっしゃってる方いて、これ3000円ぐらいで買ったマイクなんですが、まあ、最初はこれで十分かなって思ったんですけど、やっぱりそのシーっていうのが入ってしまうと。パソコンにつないだ時はなんかそうでもないんですけど、 iPhone につないで録音するとなんかそういう音が入ってしまうので、その YouTube でそのレビューを上げてる方は、コンデンサーマイクを1万5000円ぐらいするコンデンサーマイクを、買ったそうなんですね。それで音声が良くなったと。でやっぱり皆さんに今後、動画を配信していく、動画を見ていただくのにやっぱり聞きづらいよりはクリアーな音の方がいいですし、そういうものをお届けしたいと思ってますので、まだ収益化なってないんですけど、もしお金が入ってくるようでしたら、まず真っ先にマイクを買いたいなって思います。まあ、そんなの収益を得てから買うんじゃなくて、買ってくれよって思うかもしれませんけど、まあそれも一つの、まあ、ゲームって言いますか、コツコツ YouTube で稼いだお金でバージョンアップしていくと。まあ1万5000円なんて買って買えなくはないんですけど、早くこう皆さんがね、こう聞きやすい音声で録音して、そういう環境を早く整えてくれよってお思いになると思うんですが、まあ、私も一つのゲームだと思って、まあ YouTube からもしその収益を得られるようになって行くとしたら、一つ一つマイクを買って、パソコンを買って、まあ、そんな風に YouTube から得たお金だけでバージョンアップしていけたらなんて思います。今は本当に最小限の iPhone だけでやってます。まあ、ね、やっぱり機材にこだわっていいものでやった方が本当はいいんでしょうけど、これも一つの実験なので、まあ、皆さんお付き合いいただければなと思います。早くコンデンサーマイクを買って、それでこう皆さんにお届けできる日が来ることを夢見ております。このマイクについては一旦録画を、終了します。だいぶ太陽が西に傾いてきました。外は日暮れてます。映りますかね。こう晴れてるのに上の方に雲があって、緑みたいなのが立ってます。ちょっと日暮れてたので、録画撮りたくなって今こうやって回してます。妻がセブンスピローっていう枕を買ったので、この後取りに行ってきて
今日もぼちぼち終わると思います。あとは、まあ、あまり飲まないビールをちょっと飲んでゆっくりしたいと思います。カラスも家に帰っていきます。嫁が注文したヘブンスピローが届いたというので今取りに行ってきて帰ってきました。まだ夕方5時半ですが、まあこれから車に乗ることはないと思いますので、本当にビールとか、まあ、お酒、本当にお酒飲まないんですけど、お歳暮でいただいたビールがたくさんあってですね、まあ、消費しなきゃいけないというのですか、めったに飲まないんですけど、今日は仕事の休みなので飲みたいと思います。いよいよ今日も終わりですね。今日は出かけようと思ったけど、すごい天気良かったんで出かけようと思ったんですけど、まあ、結局午前中ウェブと2時間やって、午後は YouTube 撮ったり、夕方の家でお風呂に入って1時間ぐらいでお風呂入ってその中で本読みました。まあ、そんなゆっくりしたのんびりした一日で、夕方からまあシチュー作って、今日は夕飯はシチューです。妻に言われて、この占いの本を今読んで最後です。今年の運勢は自分一人の力ではなく家族や周囲の人たちの協力があって目的達成に至ることを忘れないでください。人間関係では良きパートナーに恵まれ幸運をつかむチャンスです。仕事面では日々の努力が実を結び大きな成果を上げられます。考え方が異なる相手がいても受け入れることを考えれば職場での悩みが減ります。金銭面では接待や、会食で支出も多くなりますが収入を増やすための必要経費と思ってください。健康面では体調も良く気持ちも前向きになり自然と笑顔が溢れます。開業、移転、建築、建母、増改築、縁談など全て吉と。まあいいですね、今年の運勢。2月もう一花咲かせるチャンス。自分が進むべき方向を確認して挑戦し大きな成果を上げよう。人に感謝する心も忘れないこと。いいですね。 YouTube 成功するといいです。今日の、YouTube は以上になります。また明日お会いしましょう。それではさようなら。